最大チャンネルでございます。今日はね、今日撮影当日日がね、あれなんか盆踊りやんのかな。あーでもこの後僕浦安駅行かなきゃいけないからちょっと残念。最後にちょっとね、神社でお参りしていきますか。この駅こう越えたら、あの階段高えな、おい高えな、あの階段を登ったら神社があるんで、もうちょっとお参りしていきますか。無駄に走ると疲れる。ただでさえ夏だっつうのに、無理に走るとああ辛い。若いやった。ああ来ました。うっ。浦安神社です。獅子舞だ、獅子舞さん、お世話になりますね。違う違う、鳥居がありますね。皆さん常識ですか、鳥居の真ん中は通ってはいけません。それじゃあお賽銭入れていきますか。まだここに獅子舞だわ、ね、かわいいよね。あれあれの方、これで手を洗ってくださいと、さすがにちょっとご勘弁。お金は置けませんけど、一礼、二拍手、二礼、はい、ありがとうございました。で、真ん中通ってはいけないんで、ああできればこんなことはしなくなかったけど、下りも行きもよいよい帰り地獄。でも呼吸は少し整ってるから大丈夫大丈夫。さあ行きましょう行きましょう。ああグラングランでございます。どうしよう、下りも取ろうかな。でも体力ないかな、やめとくか。こういう時はさ、よあそこにあるね、美味しい焼き鳥でもね食べたいけど、炭火焼きでね1本90円になって、安いよね。そこまでちゃんとね作ってるんで、皆さんも一度はおいでください。はい、ステーション浦安駅にやってまいりました。立派な建物だこと。この中あれなんですって、歯医者さんなんですって。周り見てもほら、もう建物できちゃってます。後ろにあるの何ですか？役場ですよ。すごいとこだわ。浦安だけなんでこんないい街になっちゃったんだろうね。ちょっと駅見てみますか。よしやった。いいだ。もう家ですよ。民家とかそのあたり。何って？浦安鶴沼さってきね、あっちが鶴沼で、であっちがさってきね、町ですね。村とか住んでるの町ですね。電車乗るとこはね大概町だからね。時刻表ちょっとありますか。運賃はね170円とか、あ札幌書いてあるわ、1250円。発車時刻はね、ここ結構多いですね。西海東別8時8分、10時2分。ここだけ、うん、多いね。10時2分に13時。最後は19時40分。新十津川だけ9時6分となってると。すげえな。どうなんだっけ。ちゃんとしてるよ、これ。うん、これが最後です。ね。月形浦安新十津川 JR 薩沼線で行きましょう。いや私はねここですからね、浦安次薩的で遅きない薩比内豊ヶ丘っていうね、目標はやっぱり札幌です。頑張ろう。日が落ちてきました。はい、薩的になりますね。あっちが遅きないね、あっちがですね、なっております。周りを見るとですね、まだね、建物あるんですよね。
あそこがですね、確かほらあそこ椎茸飯店っていうねラーメン屋さんがあるんですよね。なんか美味しいとは評判ではありますけれども、さあ私も食べに行こうかな、もうそろご飯だし。というわけでね、さあ別カメラで行こう。こっちがウラウスで、でこっちがさっ遅きない遅きないとなっております。さてと、さあ中はこれですね。すごいよみんな。蜘蛛の巣がねすごいね。大丈夫、入れる、入れそうだね。重たい。さあそれでは、あそれでもね時刻表結構増えましたね。浦安行きと浦安じゃない、伊豆海東別方面行きと新十津川方面にほぼほぼ交互に入ってますね。で運賃がこんなになっておりますね。そして駅の音、そして待ってスタンプですね。最悪の部分、僕はあれ持ってないんですよ。なんかどこでもらえるんだろうな、もらってみたいよ。いいね、雰囲気がある音で待っております。じゃあ続きまして、どこやったかな、さってきから次は遅き内になりますね。では行ってみよう。はい、やってまいりました、遅き内駅でございます。ちゃんとした建物ですね。周りを見るとですねソーラーパネルがありますね。なんとも言えないことでございます。さあそれでは中入ってみましょうか。出入口となっていますね。外側見てみたらなんか建物みたいになってんだよね。てか窓あるからね。さあ開けてみよう、明らかになんか整理券を受け取る口だよねこれ。まだここも無人駅だからね。はい、時刻表でございます。はい、発車時刻、はい、7時52分とかね、結構ね、ここもあるからね。運賃のところはあれですね、ありました。運賃はああなっておりますね。それってなぜ優しいんですけどね、ここにね、ついに来ました、漫画です。そしてもってちゃんとね、ゴミ箱も設営されている場所ですから、裏設計もね、ちゃんとしてるとね、ちゃんと窓もあってね、いい感じでございます。車内アナウンス用のね、なんかあれね。さあそれでは外出てみよう。さあ切符を拝見いたしますって感じでね。ああすごい、ベンチもある。月根駅は結構豊富だね、無人駅の中でも。フランスはね、あれ鹿があるからね。さあそれではこっち行ってみようか。ほい、仕事あいった。あっちが殺敵で、あっちが次どこだ、サピ内となっておりますね。国道がね見えますかね、ここ。あっちの奥が確かビバイですね。ビバイじゃない、チャシ内か。それはどっちもいいとして、そういうわけで遅き内でございます。次はですね、サッピ内に行ってみたいと思います。どう、やってまいりました、サッピ内駅となっております。こちらもですね、ちゃんとした建物でして、しかもですね、トイレも完備されてるっていう、すごいね。じゃあ早速中入ってみましょうか。どうよいしょ。サッピ内駅、さあ、お邪魔します。わお、すげえ、すごいね。わすごい、漫画の本がいっぱいある。秘話通信やなぞって、ハリーポッター魔法の読み解き方。じゃそら、すごいね、いっぱいあるわ。ほらフラワーズ、すげえフラワーズ、いい国ね。新十津川駅85周年岩岡。はい、時刻表でございますね。あーでも結構な時間また増えないね。はい、次普通運賃、だんだんと減ってますね。そしてもって新十津川が増えてる。そして何よりもすごいのはこの改札口、
もうね、解説はしませんから、時間になりました、ご自由にホームにおいでくださいご親切してもってね、雰囲気のあるベンチでね、こういう雰囲気になっております。さてと、駅でございますね。よいしょっと、あいしょ、あっちが、遅き内で、で、あっちが、次、豊ヶ丘となっております、ね、今度はね、また別の畑ですけど、後ろを見るとね、まずこれがさっぴな駅ですよね。ここ結構なんか民家がありますよね、結構ね、見えない場所ですよ。はい、そういうわけで、さっぴな駅でございます。続きまして、豊ヶ丘となっておりますね。難所です。なんせこの豊ヶ丘、秘境駅です。さあ行ってみよう、秘境駅へ豊ヶ丘駅に着きました。さっぴ内で石狩月形というわけで、ね、ちょっと別カメラで行ってみようか。はい、あっちが石狩 月形で、あっちがさっぴ内です。あの鉄橋ね、渡らないとね、来れなかった。そしても見てください、これ山です。山の中の駅ですね。木製だよこれ、駅すごいね。木製だよこれ。こんなところに人なんて来るんでしょうかっていうぐらいね。さっき花魁道中で俺蛇踏みかけたぞって。うわうわ、怖い怖い。なんかサソリっていうか、なんていうか、虫の死体もいっぱいあるわ。で、これですね、建物。こんな卑怯なところでもね、建物ってあるんだよね。すげえ雰囲気出てる、豊ヶ丘駅。ここの獣道を突破しないとね。ほら、あそこに車あるでしょ、あっこから来たんだよと思って。というわけで、 It's showtime。 わあ、でもちょっと待って、お、トイレある、すげえ。ああ、歴史を感じるね。時刻表がちゃんとありますよ、ほら、豊ヶ丘の石狩、東別と新十津川。はい、うんちになっております。すごいね、木製でちゃんとね。しかも温度もちゃんと調べれる。その横に可愛い、ね、子供が赤ん坊っていうね、っていうか。でもテーブルちゃんとしてんな、おい。いつも除雪はできますね。お願いです。物は置かないでください。では、トイレちょっと見てみますか。わー、すげえ。和式トイレちゃんとしてる。でも紙がねえんだよ。あ、紙あるすごい、ちゃんと補給されてる。って思って、匂いもそれほど臭くないっていう。というわけで、はい、豊ヶ丘駅でした。というわけで、豊ヶ丘駅になりましたけれども、そうそうですね、見てください、日がですね、もう落ちてきてるので、今回はこれだけ、ここでストップします。で、次回、月ヶ丘駅から札幌まで頑張っていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。